の地、キーブレード墓場はこの先だ。誰か来る。わずかに伝わるキーブレードとキーブレード戦争の伝説。かつて世界は闇に覆われ、そこから新たな光を見出した。破壊の後に創造があるように、キーブレード戦争の後に何があるのか、我らもまた伝説通りに光を見出せる、光にふさわしい生命なのか。それとも世界は闇に帰属されるべきなのか。これよりこの場で伝説が再現される。それにはまず世界を闇に覆うため、光であるお前たちの絶望が必要。抗って抗って、抗った先に掴む鍵によってキングダムハーツが現れる。まずは我々からの贈り物だ。しるべをたどれ。なんだこの数。みんな気をつけて。
みんなは先に行ってるみたい。先に進もう。テラ！ベン！テラ、やっと会えた。テラ、本当にテラなの？なんだよ、アクア。あなたの中にテラはいない。え？テラの体を返しなさい。これで13人目。お前たちはここで敗北する。何を？13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心しろ、キーブレードはここで完成する。お前たちに負けることはない。なんだよこれ。
かりしろ、ソラ。3人の姿は消えていない。心もまだ離れていない。守るんだ、みんなを。ああ、3人で戦いましょう。ミッキー、カイリー、グーフィー、3人を頼みます。無理はしないで一度撤退しよう。そうはいかないようだ。ナルドもグーフィーも王様も消えちゃった。どうしよう、リク。俺どうすればいいんだよ、リク。もう戦えないよ。俺はみんながいたから戦えたんだ。一人じゃダメなんだ。これ以上無理だ。ソラ、俺は信じてる。お前は諦めない。チェックメイト。言い伝え通りだな。光は闇に敗北する。また違う策を考えとくんだな。まだ終わってないよ。まだ戦える。いや、そんなはずない。今ので詰んだはずだ。
うん、危なかったけどね。でも結末が決まってるのはつまらない。光は目に見えるものだけじゃない、そう言っただろ。光は過去からだって届くんだ。ここは？来てたのは君だよね。ん？誰？僕はチリシ。ここは終わりの世界。俺はソラ。終わりの世界って何？これ以上先がないって意味だね。これまで君は個々の精神の中で形成される目覚めの園から勝手に来てたから放っておいたんだ。眠りと死の間は密接で、目覚めの園とここはつながってるんだよ。死の間際？そう、心と体が共に最後を迎えたのに消滅しないものがこの終わりの世界にたどり着く。心と体が最後を迎えたって、俺どうなったの？何かが君を引き止めてるんだね。だから消えなかった。まだギリセーフだね。俺と一緒にいたみんなは？君と同じタイミングでここに来た人はいないよ。ここに来てないならもう消滅してしまったか、元の世界にとどまってるんじゃないかな。助けに行かないと。ちょっとどうする気？いつもみたいにはここから出ていけないよ。え？さっきも言ったように、君はいつも勝手に来たり帰ったりしてたけど、今回は自分から来たわけじゃない。元の世界にいる本体の君に戻るには、まずこの世界でバラバラになった君を元に戻さないと。え？バラバラになってるの俺？あ、いや、実際には違うけどね。形式上そう言っただけで、中身はともかく姿は君のままだと思うよ。
だよ。びっくりさせるなよ。めんどくさいな。ここは本来心だけがたどり着ける世界なんだ。でも君がこの世界でその姿を保ってるってことは、君の体もこの世界に飛ばされてると思うんだよね。じゃあこの世界で俺の体を見つければ元の世界に戻れるんだな。そういうこと。いっぱいいるから頑張って集めてよ。これを集めればいいのか。場所だな。早く自分の体を取り戻さないと。さっ。Thank you.
全部見つけたみたいだね。ああ、じゃあいつものように帰って。冷たいな。だってこれ僕の本来の役目じゃないんだよ。サービスなんだから。そういえばさ、チリシーも姿を保ってるだろ。どっかに体落ちてて見つけられないの？僕はそういうんじゃないよ。じゃああれか、チリシーも誰かの迎えを待ってるとか。近いかな。誰だよ、探してやるよ。いいよ、今彼は過去の記憶はないし、何より今の仲間たちときっと楽しく過ごしてる。ここにいればまた彼に会えると思うから。そっか、じゃあまた俺が会いに来るよ。俺たちもう友達だろ。友達か、なんだか懐かしいな。じゃ、俺行ってくる。ありがとう。でもどうやってみんなを助ければ？君はキーブレード使いなんだよね。心を失った人の心を取り戻す力は習得してないの？心を取り戻す、ちょっと違う気もするけど、目覚めの力かな。よくわかんないけど、自信ないの？いや、助けたい一心。よし、闇を照らす光を探して。鍵が導く心のままに。ソラ、俺は信じてる。お前は諦めない。
ラクレスの世界、ここにリクが。誰もいないのかな。私がいますよ。ジミニー、無事だったんだな。大変なことになりましたね。でも負けるものですか。早くみんなを探しましょう。あ、時間稼ぎですよ。空が戻った時のように、みんな消えた場所に再生するのでしょう。早く他のみんなも助けに行きましょう。わかった。さっきの敵はあの黒い正気の先に逃げたに違いない。正気の先はそれぞれが別の世界に繋がっているのかも。じゃあ他のみんなもハートを奪われて。急ぎましょう。Ah!
取れ、くらえ。逃げんな。早く次の黒い将棋を目指しましょう。
が逃げ込んだ世界とつながったようですよ。行ける世界はこれで全て回りましたが、一つ足りない。カイリの心がなかった。おかしいですね。お前は？ん？眠りの世界を巡る旅で何も学ばなかったようだな。は？眠りを重ね、闇の深淵へと落ちていった。今回と似ていないか？今戦っていたリッチは、他のハートレスとは違い、奪った心を闇の深淵へと運ぶハートレス。それを追えば、お前の心も同じく深淵へと向かう。俺の心はここにこうしてある。お前が取り戻した目覚めの力、本来は心を介して世界に入る力であって、実在の世界で心を追って飛び回る力ではない。力の使い方を誤れば大きな代償を払うことになる。代償？心配してくれてるのか？いや、もう負けたということだ。は？お前が払った代償はもう闇の深淵へと落ちたのだ。あ、待て！お、ソラ！急いでソラ！キーブレード
か。まだキーブレード墓場調べてない。行ってみましょう。ここにいたのか。おかえり。必ず戻ってくるって信じてたよ。闇を照らす光、カイリだったんだね。俺が消えないようにとどめてくれたのも。私は空を諦めなかっただけだよ。やっぱり強いな、カイリは。もうみんな戻ってる。早く行こう。言ったでしょ、私が空を守るって。あ、もうあっと。大丈夫？ありがとう、カイリ。よかった。バサバサ。あと一体くらいならね。行こう。この先に何があるんだろう。それ、進もThank you.
この先に何があるんだろう。テラなの？なんだよアクア。あなたの中にテラはいない。え？テラの体を返しなさい。13人目。お前たちはここで敗北する。何を？13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心しろ、キーブレードはここで完成する。お前たちに負けることはない。何なんだ？ゼアノートだな。あ、テラ。なぜ動ける？この時を待っていた。Yeah!
しゃ。俺が止める。そんな。大丈夫か？ああ、さっきのは古のキーブレード使いたち、過去からの光が届いたんだ。あれ、そろそろ本番にしてくれよ。
お前、過去にゼアノートの心に触れて大きな影響を受けたものを機関として集めている。あれはアンセムに心を支配されていた時の君だ。ああ、嫌なことをする。俺が一番強かった時だ。いや、一番弱かった時だ。そうか、だったら証明してやろう。マスターから最後の承認試験だ。なんだって。キューバしのぎじゃ前回同様失敗しかねないからな。キューバしのぎってまさか俺らのことじゃねえだろうな、先輩。自覚はあるようだな。お前たちが真の守護者かどうか、じいさんから最後の贈り物って話。じゃあ頼んだぜ。これほどの状況で時間停止の魔法を使えば、この後で決戦まで体力は戻らない。勇者たちよ、これくらいしか手助けはできんが、進みなさい。イエンシット様だけでは。
ね、よう先に行け。僕らもリエンヒット様と一緒にここで闇を食い止めるよ。ドナルド、グーフィー、サザはもう一人でも行けるわよ。後で行くから心配しないで。わかった、必ず合流しよう。急ぎなさい。